今回は山形県田川町の米織観光センターに来てます。農産物の直売からおすすめのお土産まで余すことなく紹介。それでは行くぜ。地元の直売所について紹介するぞ。はい、皆さんこんにちは、シャンクスローです。今回はうちの農場でいつも野菜を出しているこちら米織観光センターに来てます。動画の本編に入る前に、このチャンネルではチャンネル登録者1万人を目指しているので、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。いっぱい農業に関する情報を発信しているので、とても役に立つと思います。そして動画の最後には特典映像もあるので、最後まで楽しんでいってください。それでは行くぞー。はい、はい、こちら高畑地産館に来てます。こちらでは地元の農家さんが作った農産物や加工品などを販売しているので、それを購入することができます。それでは行ってきます。はい、ご覧ください。まあ最初入って目に留まったのがラフランスになってます。こちらやっぱり高畑もラフランス、洋梨の産地なのですごく出てます。で、見てもらうと1月23日が食べ頃ですっていう風になってるので、すごくいいですね。ラフランスは山形県が全国の生産の 80% を占める果物になっています。やっぱりラフランスの食べ頃ってちょっと難しくて、取ってから時間経った時の方が柔らかくて美味しくなるんですけども、その辺が難しくて、食べる時期って大変だと思うんですけど、こういうふうに丁寧に書いてあるのがとてもいいと思います。それではちょっともうちょっと回ってみましょう。今の時期だと、あとリンゴも出てます。本当今が旬なリンゴですね。品種を見てみると富士リンゴっていうのが多く出てるような感じがします。はい、これも地元の先輩お知り合いなどが作っているリンゴになっているので、僕も買って帰る時もよくあります。はい、はい、じゃあもうちょっと中の方見ていきましょう。そうですね、こういう風に見てもらうと今朝取りましたっていう風になっているので、やっぱり直売所のいいところっていうのは農家の顔が見えるっていう風なところと、価格が安いっていうところと、あと鮮度が新鮮っていうところがあります。おっと、ここでこの間雪の下から掘ったキャベツがあります。シャンクスロードのシールもバシッと入ってます。これ結構目立つので、いつも貼るようにしてるので、見つけた際にはこれがシャンクスロードの野菜だっていうふうにわかると思うので、ぜひ購入してみてください。本格的な出荷は6月から入ってきます。6月になるとシャキシャキなレタスがいつも出てるので、かなり好評でリピートもしてもらってたり、大きくて安くてよかったよっていうふうな声が多く聞かれるので、作ってる方でもかなり嬉しいです。なのでぜひ皆さんよろしくお願いします。よいしょ。そうですね、いろいろ出てます。ほんと大根とかほうれん草も出てたりしてます。あとはこっちの方には加工品とかもあってたりします。結構ジュースとか美味しそうですね。ここで次に向かったのは、はい、ここでこちらが生産者さんの顔写真になっています。ずらーっと農家の先輩方が並んでいます。はい、いろいろお米やってたり野菜やってたりリンゴ育ててたりそういう人がいますが、ずらーっと
見てもらって、動画見返してもらってもいいんですけども、まだシャンクスロードの顔写真は残念ながらないです。まだちょっと直売所に入ってからの日数が浅いっていうこともあるので、これからはちゃんとここに出れるように頑張っていきたいと思います。見つけた時にはとても嬉しいと思います。はい。それではもうちょっと奥の方にも行ってみたいと思います。突然ですが、ここでクイズです。このパッケージのロゴは高畑にゆかりのあるものをモデルにして作っています。それは一体何？5秒考えてみて。正解は、ナイター赤鬼がモデルに。ここ、高畑町は、日本を代表とする童話作家、浜田博介さんの出身地となっています。そのこともあって、こちらのパッケージは、赤鬼がモデルとなっています。で、ここ、俺、ちょっと気になったんですね。この赤鬼のロゴとか、つや姫とかも、お米の販売してますね。この辺、結構パッケージにこだわっているようなので、かなり目立っていいと思います。で、たくさん、こう、お土産とか置いてある中で、一番いつもおすすめ、ここでいつも買ってるっていうものが僕の中であって、それがこちら。見て。こちら、さくらんぼワインになってます。これはかなり飲むと甘くて飲みやすいので、これ一本すぐに飲んでしまうぐらい美味しいんですよ。はい。で、まあ、ここでよく対面販売とかも年1回とかやったりするんですけども、その時売り上げがドーンと上がった時の自分へのご褒美としていつも買ってるぐらい大好きなこのさくらんぼワインになってます。まあ、ここ以外のところでも、あとワイナリーとか駅とかでももしかしたら売ってると思うので、見つけた際には買って飲んでみてください。かなりおすすめです。はい。あとは、ちょっと今初めて見たんですけども、缶のさくらんぼワインもあります。やっぱり山形といえばワインとさくらんぼっていうのが有名だと思うので、こっちの缶の方はちょっとちっちゃくて飲みやすいのかなってもしかしたら思います。もし機会があったら次にこっちも飲んでみようと思います。それでは次にお土産コーナーも紹介していきます。はい、こっちお土産コーナーってなってます。で、最初に入って見えるのが、こっちだと、やっぱり山形と言ったら、将棋とかそういう風なことがあるんで、かっこいいですね。これも、うちに飾ってもいいと思います。将棋とか今、ブームだと思うので、家の飾り物っていうのかな。飾り物にしても、結構かっこいいと思いますよ。こう、王将って書いてあったりして、いいんじゃないですかね。飾り駒は昔から福を招くことから縁起のいい招福駒とされています。なので結構縁起のいい駒になってるようです。ぜひぜひ、よのり観光センター来た際には購入してもいいんじゃないですかね。あとはこう、行くと、やっぱり米織の笹の一刀彫り。わー。ちょっとこの間県民賞で見てたら、やっぱ米沢の方だと笹の一刀彫りっていうのも有名なので、これも、ぜひ。ほんと、うちには一個飾ってあるぐらい、この辺の地域だと有名な、この彫り物なんですけども、それも、ここで購入できるので、お土産にしてもいいんじゃないですかね。はい。じゃあもうちょっと、中、歩いていきます。またまたクイズです。ここで、次に気になって紹介したものは、一体何でしょう ?1、ご当地マスコットのキーホルダー。2、上杉鷹山公 T シャツ。3、手ぬぐいになってます。それでは、シンキングタイム。それでは、正解。こっち、T シャツになってます。歴史が好きな人とかだったら、結構いいと思います。これも、上杉鷹山公の T シャツになってます。正解は、2番、上杉鷹山公 T シャツ。なせばなる、なせばならぬ、何事も、なさぬは人のなさぬなりけりって書いてます。これも、この間、県民賞に出てたような T シャツになってるので、歴史好きな人であったり、漢字好きな人
とかだったら、こんな感じで、なってるので、ぜひ、着てみてもかっこいいんじゃないかなって思います。はい。お、ここで、最近人気の、マスコット、ちいかわって言うんですけども、それが、山形限定ご当地の、ようですね。さくらんぼ持ってますね。山形といえば、さくらんぼ。なので、かなり可愛いです。ぜひぜひ、お土産にいいんじゃないですか、ね。やっぱりご当地のキャラクターってやっぱりあるじゃないですか。旅行行った時に買いたくなるような、これ持っててもいいんじゃないですかね。そしてさくらんぼっていう、とても可愛いので、かなりおすすめです。これもやっぱ、ポテトチップスダダチャー豆、初めて見ました。なかなかないですね。まあ、枝豆のことを、まあ、省内の方だと、ダダチャ豆っていうふうに言ったりもするので、後ろの方も、ちゃんと由来とか書いてるので、ぜひ、ポテトチップス好きな人も、ここでお土産にしてもいいんじゃないですかね。高畑の果物を使った、ジャムとかソースとかも、ここに、出てます。やっぱり直売所で最初言ったかもしれませんけども、ラフランスとかもやっぱり高畑有名なので、そういった加工品もここにたくさん並べてあります。またポテトチップス、今度は米沢牛味です。米沢牛、ポテトチップスになる、これも初めて知りました。かなりの衝撃的な感じがします。はい。まだ食べたことないので今度食べてみたいと思います。このポテトチップかなり高級感のあるパッケージになってます。絶対美味しいです。はい、ちょっとここで一押しのお土産紹介したいと思います。このフルーツジュースかなり一押しです。山形代表のやっぱりブドウ、リンゴ、桃、ラフランス、あとトマトもあります。まあおすすめなのはブドウなので、この後買って実際に飲んでみたいと思います。本当結構飲みやすいサイズでもありますし、本当グッといつも一気飲みでいけるぐらい大好きなんですよね。そしてこちら山形沖玉デラウェアグミっていうのがあります。こちらも後で食べてみたいと思いますけども、かなりグミの弾力がしっかりしてるのと、あとブドウの風味がかなり味わうことができるので、とても大好きなグミになってます。こちら2つ買ってちょっと食べてみたいと思います。よし、全然慣れない食リポですが、温かい目で最後までよろしくお願いします。はい、で最後に紹介したいのがこちら山形名物の玉こんになってます。ちょっと玉こんって聞いてちょっと馴染みがない人もいるかもしれませんが、玉こんっていうのは、こう、玉になっているこんにゃくのことを玉こんって言います。これを、まあ、イベントとかだと3つで串に刺さってるのを、こう、食べてるのが多分山形の人みんな大好きだと思うんですよ。東京の隅田祭りに行った時も玉こんを販売したこともあるんですけども、結構人気でかなり売れました。そして野菜も売れました。今はちょっとコロナの影響で隅田祭りには行けない状況でありますが、コロナが落ち着いたら私玉こん売りにもう一回高畑を代表として売りに行きたいです。そして東京の隅田祭りでうちの農産物も販売したいって思います。その時はよろしくお願いします。そうですね、で玉こんの紹介行ってきます。こちら、ほんとお手頃な感じですね。パッケージも、これ蔵王ですね。蔵王のお釜がバックで玉こんってなってます。で、後ろにもご丁寧に玉こんの作り方が後ろにも書いてあるので、ご家庭でもぜひ作ってみてください。では、それでは次にジュースとグミを食べてみたいと思います。はい、ここでこちらのジュースとグミを実際に食べてみたいと思います。まずジュースからいってきます。はい、まあジュースはブドウの
果汁 100% のジュースになってます。しっかり中振ってから飲んでみます。はい、ではいきます。よし、はい、では飲みます。すっごいっす、ほんとびっくりするぐらい濃厚です、濃厚です、濃厚です。ぶどうやっぱ果汁 100% になっているわけが伝わってきます。これはほんと一口飲んだだけでもびっくりしました。この大きさなのでほんと一気飲みしたいところではあるんです。今すごく喉乾いてるんで、でも味わって飲みたいと思います。ほんといいっすねこれ。夏畑で休憩するときもこれ飲みたいっていう気分でかなりいますね。かなり美味しいです。ほんとお土産にしたらおすすめなんで、山形来た際にはぜひぜひ買って飲んでいいと思います。はい、全部飲み終わりました。めっちゃめちゃ果汁 100% 美味しいです。はい、次にぶどうのグミを紹介していきます。こちらもデラウェアっていうぶどうの使ったグミになってます。はい、ではちょっと開けてみます。よいしょ。はい、まず見てください、これかわいいですよね。ぶどうの形したグミになってます。これかなりちっちゃい子も食べてて楽しく食べれると思うので、かなりおすすめになっています。それでは食べていきます。よいしょ。はい、アイス。おお、しっかりとしたやっぱりグミの弾力とぶどうの風味がかなり伝わってきてます。そうですね。そしてだんだん噛んでいくと、なんか口の中で溶けるような感覚があるので、とてもいいっすね。多分これ形もいいので、なんかグラスかお皿とか、なんか結構透明なものに入れて写真とか撮ってもかなり楽しみながらグミ食べれると思います。そのぐらい可愛いぶどうの形になってます。結構これ人気の商品だと思いますね。やっぱりこの山形の置賜といったらぶどうの産地で、高畑ってこのデラウェアが日本一の生産量を誇ってるので、その辺もしっかり味わうことができるので、ぜひぜひこちらのぶどうのグミもおすすめなお土産になってます。はい、今回はこちらのグミとジュースの2つを紹介してきましたが、他にもたくさんおすすめのお土産があるので、山形に来た際にはぜひ他のものも食べてみてください。それでは今回は米折観光センターについて紹介してきました。それではさよなら。はい、特典映像です。今回はこちら米折観光センターの方で募金に参加していきます。ちなみに募金はウクライナ支援に活用されてます。こちらコインを入れると回って下の募金箱にお金が落ちるような仕組みになってます。それでは募金していきます。じゃあコインセットします。はい、ぐるぐるって回っていきます。こう描いて下の募金箱に入っていきます。すげえスピンだ。すげえスピン。はい、入りました。はい。小さな力ですが、今回は募金に参加できて良かったと感じています。